土砂崩れの恐れがあるため、国道107号線の通行、目が続く、岩手県西和賀町では、一部の地域を増とした特例措置として、サービスエリア化の高速道路への乗り入れが始まった。内機は、汽車北上市方面へ向かう車が、近州湖サービエリアに向かって続々と入っていきますせいは、町では、10月1日から、 天ヶ瀬地区約60世帯を対象に、持ち車に利用証明書を発行し、近周庫サービス、リアから、秋田自動車道に乗り入れできるよ、うになった。町では2020年5月の地震の影響で、北上市をつなぐ、国道107号線が、全面通行止めとなり、う、道の秋田道ユ田インターチェンジ北上西、ターチェンジ間の上下線が無料化されていい、その一方で、 天ヶ瀬地区の住民は約2 0キロメールの遠回りを強いられていた中、今回の町にる特例措置で移動時間が大幅に短縮された。しかし、乗り入れできるのは日曜以外の午前6時、ラ8時までの上り線だけと制限が大きく住民、思いは複雑だ。天ヶ瀬地区運営協議会、テルイはじめ、超、通勤者は確かに助かると思うんですけれども、我々、 一般として、北上市に用心がある人はい、がないということです。とにかく不便さを感じております。国道107号線の通行止め解除は見通し、が立っておらず、町では当面この措置を続け。